結局、鳩山さんは新しいことをやろうとしました。新しいことをやろうとしましたけれども、結局それは準備がもう覚悟も足りなかったんですね、残念ながら。で、その後菅政権、野田政権となっていきまして、どんどん第二自民党化してくるわけです。そうなりますと、結局証明されたのは何だったかというと、政権交代というのは実は不可能であるということです。もちろん、システム的にはそれは政権交代はいつでも可能なシステムになったんですけれども、その政権交代とは実質的には政権交代ではない限りにおいて許容されるものに過ぎないというのが日本の議会政治の実情であるということが明らかになったわけです。で、敗戦というのは大きなことです。したがってこれをなかったことに心の中でしちゃうというのは、これは心の病気です。つまり日本人は非常に実はだから日本人の歴史意識というのは極めて病的であるということで、まあ、結局その病気というのが今安倍晋三のようなですね、人格に結晶化されて現れていると言ってもいいと思うんですが、さてなんでこれが革新なのかと、言えばそのよく戦後ってどう語られてきましたかということを起こしていただきたいんですね。戦後という時代はよく平和、それから民主主義、平和と繁栄、そして民主主義という形で、語られていました。一言で言えば、あの焼け跡から始まり、豊かになっていったわけですから、そして、戦争しなかったわけですから、まあ、一言で言えばいい時代だったねということになるわけで、そしてそのいい時代だったねという時に、いわば枕言葉として来るのが、あの戦争への後悔と反省に立ちという、歴史の見方であります。私はよくその日本、対米従属を批判している人だっていうふうにですね、世の中で多分思われると思うんですけれども、永続敗戦論というのはそういう対米従属批判本だというふうに思われるでしょうが、この理解は厳密には正確ではありません。私は日本の対米従属そのものを批判しているのではなくて、日本正確には対米従属の特殊性、日本の対米従属のあり方の特殊性を批判しています。というのは対米従属そのものをけしからんと、この従属を依存と言い換えてみて、一切依存なんかしたくないぞと、できればまあ確かにそうしたいかもしれませんけれども、現実に言ってそのようなことが可能であるかと、現実的に言うとほぼ不可能です。例えば今の中国だって台頭していると言われて、いわばアメリカに並び立とうとしているんだというふうに言われますけれども、じゃあ中国が対米依存してないかと言ったらしてるわけですね。大量の米国債を保有してるわけですから、もし米国債が暴落なのかした日には、中国自身も大変なダメージを被るということになりますから、非常に複雑な依存関係というのを取り結んでいるわけです。ですから、ある種の、それからまあこの戦後直後の状況だって、冷戦構造においてですね、結局対米従属をしないのであれば、じゃあ対ソ従属ですかという話になるんですね。対米従属か対ソ従属か、これは対米従属の方がマシだったということは、対ソ従属をせざるを得なかった国々がその後どういう苦難の道を歩んだかということを考えれば、対米従属がマシだったと言えるでしょう。もちろんどっちにも苦にしないというのが理念的には一番美しいし正しいわけですけれども、それもやはり非常にそれは困難なことだったと思います。まず野田さんの評価ですけれども、私は残念ながら全くお話にならない人だと思います。だって安倍政権がやってる政策のうちの主要政策のうちのいくつか、TPP にしろですね、原発の再稼働にせよ、それから集団的自衛権行使容認だって実はそうなんですけれども、それ最初、あと特定秘密保護もそうですね、これ最初にライン引いてるの民主党政権の時ですからね。つまりだから安倍政権の政策っていうのは実はかなり重要な部分で、野田政権からのキャリーオーバーなんですよ。したがって要するに、この前、まあ、あと菅政権もそうなんですけれどね、まあ、菅というのも全くお話にならないと思いますが、結局こういった人たちっていうのは全くお話にならないんだっていうことをやっぱりきっちり確信していかないと、ちゃんとした批判勢力、
それから、まあ、安倍を打倒する勢力っていうのは意味のある形で打倒する勢力っていうのは作れないと私は思います。え、代わりって具体的に山本太郎さんとか、いや安倍さん以外だったらですね、はっきり言って犬でも猫でもいいですよ